指針を作るべきです。福島原発事故の反省を踏まえ、写真やめてください。ちょっとおかしいじゃないですか。要請があればどこでも行くんですか。やめてください。ちゃんと根拠示してください。私たちはおかしいって抗議してるんですから。抗議は必要ないです。必要ないじゃないですよ。僕ら市民としてどうしてね。じゃあなぜその我々が入ったらまずいんですか。逆に聞きます。普通おかしいでしょう。どうして何か警戒する必要があってね。どういう方が入るかわからないから。どういう方が入るって。警察の方です。警察の方ですよ。マザル警察です。お名前を取ってもいいじゃないですか。別にあなた方だって公務員でしょ。公務員ですけど、どうして取っちゃダメなんですか。取られちゃいけないようなことを、ね、あなた方は僕らのことを勝手に取るじゃないですか。取ってない。私はあなたが取らなくても他の人は取ってるんです。指刺すのやめましょう。いつも取ってるんです。あなた方は私たちのこと落ち着いてますよ。根拠を示してください。いや、ここに入る要請があって入ってます。どういう要請ですか。言う必要ないです。なんで言う必要ないんですか。警戒をお願いしますという要請です。何のためにどういう警戒するのですから。結論が出ないんですよ。こういう意見の結論が出る出ないじゃないです。説明はもう以上説明がきちんとできないなら出ていくべきです。出ていってください。必要ありません。どうしてですか。我々の仕事です。やめてください。どんな仕事でもいいってわけないです。どこのメーカー、どこの会社、関係ないです。そんなことは。あなたには関係ない。堂々とあなた自信を持ってるんだったら堂々とやればいい。説明すればいいじゃないですか。説明してますよ。説明してます。きちんと理由説明してください。迷惑かかるから傍聴してください。迷惑かかるのは私たちに迷惑かけてるんです。あなたがいることで。そんなことない。私は仕事でやってる。自信持って仕事やってる。法的根拠、じゃあ説明してください。必要ない。どういう法的根拠でどういう要請なのか、具体的に必要ない、いつあったのか。必要ないです。どうして必要ないんですか。市民がきちんと問いただしてるんですよ。ですから一般論で言えば警戒に入ってるというだけです。何のための警戒ですか。結論を見ないんで説明しません。説明してください。説明した上で結論が出るかどうか。ストレステストの傍聴者の名簿も警察がそれは私はちょっとそれは知らない。問題だったんで答えられません。それは質問されても答えられません。じゃあ答えられる人呼んでください。その必要ない。その論点が違うでしょう。この違わないですよ。もう実際に問題になったんですよ。市民のあそういう話出すべきじゃない名簿で警察に出して、私は聞いてません。問題になってね、謝罪したんですよ。そういう話はあったのはちょっとは聞いてますけど、具体的な話は聞いてないし、我々は聞いてない。じゃあ聞いてから聞きなさい。すいません。間もなく会議が始まります。どうしてこういう警察を呼ぶんですか。警察の人をどうして一般の市民の傍聴に呼ぶんですか。この人を出してください。先に警察がなぜ監視するんですか。おかしくないですか。この人を出してください。どうしてこんな人を呼んでるの。規制庁は後でじゃなくて今説明してください。この人じゃ出してください。今回は私は入ります。納得の説明がない以上出してください。迷惑かけてるから。迷惑かけてるあなたでしょ。いやいや、他の人は誰も言ってない。そんなことあなたが一般市民の知る権利を侵害してるんだよ。あなたは入るべきじゃない。警察がね、傍聴をね、監視するために入ってるんですよ。おかしくないですか。おかしいよ。分かったよ。おかしいです。こういうことやめてください。それでは第4回の議事規制委員会、警察をね、傍聴の場に呼ぶようなことやめてください。やめてください。警察を出してください。警察を外に出してからにしてください。まっとうな傍聴を僕らしてるんですよ。我々は犯罪者なんです。最初の議題は出してください。警察を外に出してからにしてください。言うんだったら最初の議題は資料不正と対策規制を含む僕は知りませんよ。じゃあ傍聴の名警察を外に出してから会議始めてください。これは先週の会議で副大臣から提案がありましたけれども、あなた方の方がおかしいんですよ。警察の叩き台を自分的に取り回す。保安の時代の反省どこにあるんですか。そのポイントに次じゃないよ。あの人を先に出すことですよ。ちょっと話がもうちょっと分かるですね。話が分かるって呼んでくる。あなたじゃない。そういうね、不遠慮の問題なんだ。あなたじゃない。そういうものじゃなくて、外に出すのはあの人を出してる警察の人。ここは私たちです。警察の人を外に出してください。あの人は傍聴を申し込んだんです。分かってるよ、そんなことは。正常な会議になってないからでしょ。やめて。何？やめて。
規制に関する法律に基づきまして、当然その事故の教訓、あんな人が中に入ってこんなことなかったね、こんなことないよ、警察が堂々と中に入るか、前代未聞だよ、市民の傍聴を監視するため、恥ずかしいことやるな、警視総監を警視庁したのはこのためですか。この実施にあたりましては、それで渋谷地検と対応の基準等を考えているという、まあ、論理的には市販方が、まあ、すっきりすると受け取られる方も多いと思います。で安全目標については、これは抵抗する形で、規制委員会での議論を深めている。原子力委員会が発足して、今日は4回目の、委員会の会議となったんですが、毎回ですね、会議の開催の際に、会議室の中に公安警察がですね、こう入っていて、まあ、市民の傍聴している様子など、あるいはどこのメディアが入っているかとかをこう監視しているんですけど、で、今朝ですね、その傍聴者の一部がこう気づいて、それを指摘しに行ってですね、その結局公安警察の人は、退席したんですけど、これは委員長の指示によるものなのかということをちょっとお伺いしたいと思います。先ほど委員会でその声を聞くまでは全然私も知りませんでした。委員会開催にあたってですね、その平穏に会議をですね行っていただくということは非常に大事なことなので、事務方としてその点について心を配っております。で、委員会の開催の時にそのいわゆる庁舎内の秩序維持という観点から警察署に対して警備を依頼させていただいているというのは事実でございます。そういう観点で入っていただいていただくこともあるということでございますけれども、今後実際に平穏に会議が進められるということであればですね、そこは見直していくということもあろうかと思います。では事務方の方から要請をして入っているというような認識でよろしいでしょうか。はい、その通りです、はい。ホワイトの時にどうだったかというのはちょっと私は知らないんですが、当初規制委員会始まって、ちょっとまだ試行錯誤している状態で、平穏な会議の維持ということができるのであれば、柔軟に対応したいというふうに思ってます。実はこの規制委員会、私自身が、いろんな方からもご注意を受けてるんですが、一人で歩かないようにとかね、いろんな方がまだ落ち着いてない状況もあるので、そういうことを事務方がご心配されたんだと思うんです。で、基本的にこんなことを不要な世の中になるのが本来の姿だと私個人は思いますけれども、今そういうことですので、今事務方の方からお答えしたように、その状況を見てそういうことをないようにしていきたいな、とできればなというふうには思いますが、先ほどから申し上げているように、平穏に会議を進めていただくということ以外はありませんので、今おっしゃったように例えば制服で入っていただくことがむしろ威圧を与えるようなことを、僕の直感的にはそう思いますので、そういうことがないように、いわゆるその、最低限の、警備という形で、取り組んでいくのがいいんだろうと思います。だから先ほど申し上げましたように、平穏に維持ができるのであれば柔軟に対応していきたいというふうに思います。またその質問の紙を見させていただきましたけれども、宛名は私ども委員会宛てではなかったですね。で、事務方はだから事務的にそれを受けて処理されたんだというふうに聞いてます。あ、そうですか。宛名がその委員長宛てになっていたよ、9月29日のなっていたと思うんですけど、そうではなかったってことですか、ご覧になったのは。私宛てで来てれば大体私のところには来ますね。じゃあ宛名がこう違ったということで届かなかったということですね。そうですね。それから中身もですね、委員長になる資格はありませんとかいろいろ書いてありまして、その人間にいろんな要望とか質問が出てるんで、なかなか私は一般人としては理解しがたい文章だなと思いながら拝見しましたけど。またじゃあ例えばですね、この後2回目3回目とかあった場合にですね、その委員長や委員の方がこう目を通してそういうような形になる予定とかっていうのは今のところないってことですか。
そうですね、それを無制限にやっていったらほとんどもう多分私の仕事ができなくなりますし、そういう方たちはそういうふうなことで一生懸命やられるんだと思いますけれども、そこは限度があると思います。